皆さんこんにちは。私は定金と言います。で、ちょっと自己紹介をしますと、1991年に、東大に入学しまして、で2000年に卒業しました。でその後東北大、九州大学、国立情報学研究所と移動して、今年の4月から東大で働いています。で 私の研究、まず所属ですけども、大学院情報理工学系研究科の数理情報学専攻というところに所属しています。で学部は工学部の、係数工学科というところを担当しています。でこの係数工学科っていうのは、主に、係数工学科に2つありまして、数理情報、数理工学コースかなと、システムなんとかコースっていうのがありまして、私は数理の方なんですけども、そこは割と数学的なことをやっているところ で、数学的な解析を使って、物理現象を解析したりとか、いろいろそういうことをやってるんですけども、で私がやってるのは主にデータ圧縮についてやっています。で今日のタイトルですけども、場合の数とデータ圧縮というふうにしてありまして、でそのタイトルを見てもよくわからないと思うんですけども、なぜ場合の数とデータ圧縮が関係あるのかっていう話を今日はしようと思います。で私の研究はですね、データ圧縮をやってるんですけども、なんでかと言いますと、当たり前ですけど、データが量が多いということで、最近ビッグデータっていう言葉が流行ってますけども、でそういうビッグなデータを処理しようと思うと、いろいろと計算機やスーパーコンピューターとかが必要になったりするんですが、そこをデータを圧縮して小さくすることで、簡単な小さい計算機でもいろんな処理ができるようにしようっていうことをやっています。で早速内容に入りたいと思います。すみません、お待たせしました。で場合の数っていうのは、皆さん学校でやってると思いますけども、大辞林っていう辞書を見ると、ある言葉の起こり方の総数と書いてあります。で例えば1から5の数字から2つの数字を選ぶやり方は何通りあるかっていうので、答えは 5C2 で10通りっていうよくあるやつですね。でデータ圧縮っていうのは、やっぱり分かってると思いますけども、音楽とか動画みたいにデータ量の多いものを小さくするということです。でなぜそれらに関係があるかっていう話をします。でその前にまず圧縮っていうとどういうものがあるのかっていうのを考えます。で、その物理的な圧縮ですと、空き缶とかペットボトルを潰すっていうのも圧縮ですね。ただしこれは元に戻らないわけです。で布団圧縮袋とか衣類の圧縮袋っていうものがありますけども、これは、布団とかは圧縮できます。ですが使おうと思うと膨らむまで時間がかかります。それですぐには使えない。これは物理的な圧縮です。で、計算機でやってる圧縮っていうのは、例えば音楽とか画像とか動画っていうものは、どうやって圧縮してるかっていうことなんですが、これは人が気づかないところを消してしまうっていうことを使って圧縮しています。例えば音楽だったらば、大きい音が鳴っていると小さい音は聞こえないっていうことで、小さい音を消してしまうとか、そういうようなことを使っています。あと動画の方は、なんか動いてるんだけども、背景は動いてないとかっていうことがあると、そういうところが日中に覚える必要はないということで圧縮をするとか、そういうふうなことをやっています。でパソコンとかで使っている普通のファイルの圧縮、 Windows とかで ZIP っていうのが使われていますけども、この圧縮方法は詳しい内容は説明しませんが、性質としては布団圧縮袋と一緒で、圧縮するはできるんですけども、使おうと思うと一旦元に戻さないといけないと、で元に戻すには時間がかかると、そういう問題があるので、なかなかデータ圧縮したまま使うことはできないという問題があります。なのでそれをどうにかしようって話なんですが、でさっき言いましたけど、ビッグデータっていうのはいろいろありまして、例えばお店のスーパーとかでお客さんがどういうものを買ったのかっていうリストとか、人が移動した履歴、例えば最近は携帯電話に GPS がついていて、そのデータを集めると人がどういうふうに移動しているのかって分かるとかっていうのがありますけども、そういうデータを集めて解析しようとか、あと DNA 配列っていうのは
文字列なんか二重らせんとかありますけども、あらじ文字列で表現することができて、そういう配列の情報とかですというように大量なデータがあります。でそれらを処理するためにはやっぱメモリーもたくさん必要ということになります。でどれくらい必要かっていう話ですけども、例えば今スマホはだいたいメモリーが1ギガバイトぐらいあります。まあ、これでも十分大きいような気がするんですけども、なんか30年ぐらい前の計算機っていうのはこの1万分の1ぐらいのしかメモリーがなかったので、それと比べるともう十分なような気もするんですが、でもやっぱり足りないんですね。でノート PC とかデスクトップだと4ギガバイトから 32 ギガバイトぐらいあります。ちょっと多いと。でもここでもやっぱり全然足りなくて、その人の DNA 配列をシーケンシングっていって読み取る処理をするわけですね。その人の DNA 配列も ACGT の文字からなっているわけですが、それをなんか機械で読み取るっていう操作をするんですが、全体をまとめて読み取ることができないので、まず短く切ってから酵素とかで切ってから読み取って、それをつなぎ合わせるっていう処理をするんですけども、そのつなぎ合わせる処理は計算機でやるんですけども、その時に必要なメモリっていうのが 300GB ぐらい必要という言われています。だから普通の計算機では計算できないわけですね。でスパコンとか使うわけですが、まあ、スパコンでも普通のスパコンっていうのは例えばその K っていう2じゃダメなんですかって言われたスパコンとかも、実は普通の計算機が何万台と集まったものなので、機械自体の性能ってはそんなに良くないとっていうことなので、なかなか 300GB のメモリーを持っている計算機っていうのは普通は手に入らないと。まあ最近は一応あるんですけども、すごく高価になるということなので、なかなか難しい。なので何とかこれをデータを圧縮したまま処理することで、この 300GB っていう必要なメモリーを圧縮できないかっていうことをやっています。でちなみに最先に答えを言ってしまうと、うまくやると実はこれが100分の1ぐらいに圧縮できて 3GB になって、普通の計算機で計算できるというようなことになっています。なので圧縮はすごく重要ということです。で今早速その内容、どうやって圧縮するかって話の、まあ、概要を説明しますけども、でこれまあ場合の数が出るわけですね。まあ、よくある話で S から T へ矢印の通り右か上に移動することで、S から T に行きたいんですけども、その時に、まあ、何通りあるでしょうって話はよく問題でありますけども、で今考えているのは、このルートをどうやって表現するかということを考えます。まあ要するにこうS から始まって右上っていうように、その情報があればルートを表現できるので、まあこうですね、こう P だったらば右上右っていうこの矢印の文字で表現できるわけです。で Q だったらば上右右上で表現できると。で今出てくる文字っていうのは、右の矢印と上の矢印だけなので、それを01で表現することができるので、この P っていうルートは001010、 Q は11000001で表現できます。つまり7ビットで表現できます。でこれが何でデータ圧縮と関係するかって話なんですが、実はこの S から T へのルートっていうのは集合を表しています。で、P はこう001010って表現できると言いましたけども、これが356っていう集合を表していると思います。どうしてかというと、3番目に位置があって5番目と6番目に位置があるので、これは356っていう集合を表していると思います。で Q の方は1番目と2番目と7番目に位置があるので、これは127っていう集合を表していると思えるわけです。で、ということなので、実はこの7ビットのビット列っていうのが集合を表している。1から7の数字から3つ選んだような集合の1つを表しているということで、こう集合を数字を使う3つの数字を使って表現するよりも、まあ、こっちの方が
桁ビット数が少なくなります。なんでかというと各数字っていうのは、それぞれ3ビット必要なので1から7の数なので3ビット必要なので3ビットかけ3ビットで9ビット必要なわけですが、こう表現すると7ビットで表現できるということで、これで集合は圧縮できているということになります。で、集合っていうのは計算機で扱うすごく基本的なもので、全てのものは集合の要素だと思えるわけなので集合表現するってことはすごく重要なんです。で、これで圧縮できたんですが、次にもっと圧縮できるかってことを考えています。つまり7ビットより少ないビット数で表現できるかということを考えます。 では S から T へ矢印の通りに移動する桁は何通りっていうことを考えますと、これはよくある問題で、7C3 通りで35通りあるわけです。でちなみに大学では 7C3 って書かないで73ってこういうふうに書きます。また見た目が違うだけです。ちなみになんで C かっていうと、これはコンビネーションの C なので、C とか組み合わせの C です。コンビネーションで、あともしくは、読むときは7チューズ3とか7個の中から3つを選ぶということで7チューズ3とか言ったりします。で、ルートってこの S から T のルートっていうのは4つの右の矢印と 3つの上の矢印で表現できると。逆に、4個の右矢印と3個の上矢印をどういう順番に並べてもそれは S から T のルートになっているということなので、S から T のルートっていうのはちょうど35通り、7中3あるってことがわかります。で、35通りしかないので、これは実は6ビットで表現できます。なんでかっていうと、2の6乗っていうのは64なので、6ビットの0、1のパターンっていうのは64通りあります。で、64通りあるってことは35通りのものを表現できるので、実はこれは6ビットで表現できるはずです。ということで、さっきの表現ですとこれは7ビットだったんですが1ビット小さくなって6ビットになりました。わずか1ビットだと思うからすみませんが、これはもっと大きい例ですとどんどん小さくなります。それは詳しい話は後でやります。ではこの35通りのルートをそれぞれどうやって表現するかってことを考えます。今6ビットでうまくやれば6ビットで表現できるってことは分かったんですが、実際どうやって、符号化するべきかということを考えます。で、35通りなのでそれぞれのルートを0から34の整数で表現するということを考えます。で、その35通りのルートを2通りに分割します。一つはまず最初に右に行くルートとまず最初に上に行くルートの2通りに分けます。で、まず最初に右に行くルートっていうのは何通りあるかっていうと6チューズ3で20通りあります。ここから先は20通りある。で、上に行くルートっていうのはここから先は6チューズ2の15通りあります。なので最初に右に行くルートを0から19までの整数で表現して、最初に上に行くルートは20から34の整数で表現すると決めます。でもこのまだそれでは最後まで確定してないので、今 P を 表現することを考えて、まず最初に一つ右に行った後を考えます。で、 S から最初に右に行くルートっていうのは20個ありました。で、次にやっぱり右に行ってます。で、右に行くルートっていうのは5チューズ3で10通りあります。で、上に行くルートっていうのは5チューズ2で10通りあります。なので最初に右に次に右に行くルートっていうのは0から9の整数で表して、上に行くルートは10から19の整数で表すとします。だから今この P はここから右に行ってるので0から9の整数のどれかで表現されているということになります。ということをだんだん繰り返していくわけですが、あとは同様で右に行って
この後10個あるんですが、さらに右にくるルートは4通り、上にくるルートは6通りなのでということをやっていくと、まあ、決まっていって、まあ、どんどんやっていくわけです。で最終的には経路 P っていうのは整数6で表されます。なんで6かっていうと、まあ、4チューズ3プラス2チューズ2プラス1チューズ1となります。同様に経路 Q は最初に上に行く上上っていくルートですが、これは6チューズ3プラス5チューズ2プラス0チューズ1、まあ、0チューズ1っていうのは0と定義しておくと、これは30となります。というふうにルートを経路 S から T への経路を整数で表現できました。で整数で表現できればあとはそれを6ビットで表現するのは簡単なので、これでルートを6ビットで経路を6ビットで表現できるってことは分かりました。で一般に上に R 回右に N 引く R 回移動する場合はルートの数は N チューズ R 個あります。で最初に右に行くルートの数っていうのは N-1 チューズ R 個、最初に上に行くルートっていうのは N-1 チューズ R-1 個で足したら全体のルートの数になるので、これ組み合わせの公式がよく出てくる公式が成り立つことが分かります。で今 N 個矢印があって、そのうち R 個が上に行く矢印なんですが、その上に行く矢印の位置を NR、NR-1、NR-2 点点点 N1 とすると、そういうルートっていうのはこういう整数で表されます。 NR チューズ R プラス NR-1 チューズ R1 プラス点点点プラス N1 チューズ1という数で表されます。という、まあこれでどんな場合でも数字に変換できるということが分かりました。で逆にルートを表す整数が与えられたときに、それからルートを復元するということを考えます。今 Q は30という整数で表されているんですが、それからこの経路を実際に復元しようということを考えます。これさっきと逆をやればいいんですが、S から右に行くルートっていうのは6中3の20通りありました。なので右に行く場合っていうのはそのルートは0から19までの整数で表されていると、最初の上に行くルートは20から35の34の整数で表されていると。今ルートを表す数字は30なので20より大きいので最初に上に行ってるってことが分かります。で次にここから同様にやっていくんですが、今度は最初に上に行ったので、最初に右に行くルート20を引くので、30-20 で 10っていう数字を求めて、ここから、10っていう数字で表されているルートを復元するっていうことをやっていけば、Q がだんだん一つずつ決まっていきます。ということなので、これで整数からルートを復元することができました。でどれくらい厚くできるかって話ですけども、上に R 回右に N 引く R 回移動する場合に N 個の矢印で表現したとすると N ビット必要です。でそれを整数に変換して表現すると N チューズ R を、定が2のログを取ったビット数で表現できます。さっき35っていうのは64より小さかったので64をログに取ると6だったので6ビットで表現できるという話でした。でこの N チューズ R っていうのは絶対に2の N 乗より小さいの で2の N 乗を定が2のログを取ると N なので、こういう表現すると必ず、小さくなります。でどれくらい小さいかっていうことですが、まあ、さっき1ビットだけ小さくなりましたけども、この N チューズ R のログっていうのを、まあ、近似するとこういう式になって、で実はこれは、まあ、エントロピーっていう値で表現できます。で
それは今 R が2分の N の時が一番大きく、この式は大きくなんですが、まあ、ちょうど上に行く数と右に行く数が同じ場合っていうのが一番大きくなって、その場合はこの式は N になるので、まあ、全く圧縮できないということなんですが、 R が小さい場合もしくは R が大きい場合っていうのはどんどん小さくなる、 N よりも小さくなっていきます。なので R が小さければ圧縮率が高くなる、どんどん圧縮できるということになります。で、まあ、細かい話をすると、今ルートをこれだけのビット数の数字で表していましたけれども、それを他に N と R という値も必要で、それがないと復元できないので、それを保存する必要があるんですが、まあ、その部分というのはこのルート自体を表現するよりもだいぶ小さいので、まあ、これぐらいのビット数で表現できます。では今たった1ビットだけ節約できましたけども、 N が大きい場合はもっと節約できるんですが、まあ、そういう場合どういう問題があるかということになります。例えば N がすごく大きい場合、10億より大きい場合とか考えます。人の DNA 配列っていうのは 30億文字あるので、その N が30億とかそういう値になるわけです。で、まあまあ、こんな絵を描いてますけど、もっと大きいわけで、その時に N チューズ R っていうのを計算するのはすごく大変なわけです。10億チューズ5億とかそういうような値を計算するのはちょっと大変です。時間もかかるし、計算する時にメモリもたくさん必要になります。なのでそれを今の方法をそのまま使うことはできません。でそこでどうするかって話ですが、でルートを一定の長さ L ごとに区切ります。今 L イコール8で区切りました。各ルートは長さ8になっています。まあ、一番上は短いですが、でそれぞれの部分ルートに対して、上に行く矢印の数を記録します。この赤い部分では3回上に行っているので R1 イコール3っていうのを記録します。次の青い部分では2回上に行っているので R2 イコール2っていうのを記録します。というように3252っていう上に行く、それぞれの部分で何回上に行くかっていうのを記録しておきます。で、あとはそれぞれの部分をさっき言った説明した方法で、圧縮します。で、この部分っていうのは上に3回行くので8チューズ3のログぐらいのビット数で表現できます。次は8チューズ2のログぐらい、次は8チューズ5のログ、最後は4チューズ2のログぐらいのビット数で表現できます。で、こういうふうにした場合にそれぞれの部分の圧縮したサイズの和っていうのはどれくらいになるのかっていうのを見積もる必要があります。つまりログの L チューズ R1 プラスログの L チューズ R2 プラス点点点っていうのがどれくらいになるかっていうのを計算します。で、まず切り上げの部分があるのでそれを、1で上から押さえます。切り上げ、ログの切り上げの部分っていうのは切り上げなくしたものをプラス1よりも小さいわけなので、まず切り上げを消します。で、次に、ログの足し算ですけども、ログの足し算っていうのは、その中身の掛け算のログになるので、ログの L チューズ R1 かける L チューズ R2 かける L チューズ R3 かける点々点です。そのプラス1の部分っていうのは大体 L 分の N 個あるので、それをまあこうつけます。で、次はポイントで、この L チューズ R1 かける L チューズ R2 っていうのは実は、これで抑えられます。 L プラス L プラス L プラス点々点チューズ R1 プラス R2 プラス R3 プラス点々点。なんでかっていうと、この部分ですね、まあ、これは書き換えると N チューズ R になるわけです。L の合計っていうのは、L の合計は N で、RI の合計は R なので、こうなります。で、なんでこの不等式から出すかって話ですけども、まず N チューズ R っていうのは、
この全体の生き方ですね。この中で S から T まで何通り生き方、何通りの生き方があるかっていうその値です。で、こっちの L チューズ R1 かける L チューズ R2 かける点々点っていうのは、この中の生き方が L チューズ R1 で、次の生き方が L チューズ R2 で、次が L チューズ R3 で、その掛け算っていうのは、この中の生き方とこの中の生き方っていうのは独立なので、その掛けた数だけここからこの生き方があるっていうことなので、まあこれは言える。これは公式っていうのは、この今書いてある中だけを通っていくルートの数になっています。で、その値っていうのはこの当然どこを通ってもいいっていう生き方の数よりも少なくなるので、それでこの不等式が言えるわけですね。で、最後これで言っていくと。で、最初に言った方法では、このルートを N チューズ R のログビットで読んできたと言いました。で、今の方法は、分割してから表現してるんですが、そのサイズの合計がこれよりも小さいということが今言いました。つまり分割するとサイズが小さくなるということなので、嬉しい。まあ、厳密には必ず小さくなるとは言えなくて、こうプラス L 分の N っていうのが出てくるので、まあ、こっちの方が分割する方が大きくなることはあり得るんですが、大抵の場合はこれは小さくなります。それはこのどんなところを通ってもいいっていう生き方がすごくたくさんあるので、すごくたくさんのビット数が必要なんですが、こうまあこの中だけに限定すると生き方の数は減るので、少ないビット数で表現できるということなので、普通は小さくなります。で、分割するとサイズが小さくなって、かつ一部分だけを高速に復元できます。今このルートっていうのは23891117っていう集合を表しています。つまり、2番目3番目で上に行って、8番目9番目で上に行ってっていうことになっています。で、この238はこの赤い部分で表現されていて、9と11は青い部分、ここ次は緑の部分っていう、こんな感じになっているんですが、でそれぞれを復元するのは最初に言った方法でできるので、この集合全体の中の例えば9、11だけを持ってこようと思ったらば、この青いところだけを復元すればいいってことなので、全体を復元する必要はない、必要なところだけを高速に復元できるということが言えて、これで全体として圧縮してあるんですけども、部分的に復元することが排除できるということができます。で、普通の圧縮法ではこういうことができないので、実はこういう考えを、場合の数を考える方を使うと、まあ、いいことがあるということです。で、まあ、集合っていうのは、まあ、何でも集合で表せると言ったんですが、もうちょっと具体的な話をしてみます。例えば、カナ漢字変換辞書っていうものがあります。例えば、携帯とかパソコンで、ひらがなを入力すると、それが漢字になるっていうのがありますけども、それは結局、経済圏の中に辞書が入ってたわけですね。ひらがなから漢字にとかに変換する辞書が入ってるわけです。で、これを見ると、まあ、同じような文字がたくさん出てくるので、なんとかして圧縮できるんじゃないかということを考えます。で、それをまあ、共通している部分を同じ共通して持つと、こういうような気構造で表現できます。例えばこの点っていうのは、一番上からアシカセとたどっていくとここに行くんですが、つまりこれはひらがなのアシカセっていうのがから漢字に変換するっていうのを表しています。で、この点っていうのはアシカっていう言葉に対応している。で、これはアシっていう言葉に対応している。こんな感じで、同じ部分を共通に持つようにこう集めていくと、こういう気構造になります。で、この気構造を小さく表現できれば、計算機に入っている辞書を小さくできるわけです。なので、この気構造の圧縮っていうのを考えます。で、ちなみにこういうふうな気
構造を圧縮して持つっていう方法は実際に使われていて、あのパソコンとかで Google IME っていうソフトがありますけども、それは実際にこういう方法が使われています。つまり辞書に入っている言葉がすごく多いので、なんとかこうやって圧縮しようと。でまた場合の数に戻るんですけども、なんでこの話がっていうのは分からないかもしれませんが、やっぱり S から T へのルートっていうのを考えます。ただし今度はこの対角線より下側だけを考えます。そういうところを通っていく生き方は何通りあるかっていうことを考えます。で答えは5通りなんですが、で実はこの場合、右に行く矢印を開き括弧、上に行く矢印を閉じ括弧だと思って、このルートをこの括弧の列で表現したとすると、実はこの S から D のルートっていうのは、括弧の対応の取れた括弧列を表しています。もしくはバランスした括弧列を表しています。バランスしたっていうのは、例えばこの括弧と一番左の括弧は一番右の括弧と対応していると。2番目の括弧は後ろから2番目の括弧と対応している。3番目は3番目、このようになっています。この場合も一番左の括弧と一番右の括弧は対応していて、これとこれが対応している、こんな感じになっていて、必ず対応した括弧がこの中にあるっていうような括弧列、特殊な括弧列になっています。これバランスした括弧列といいます。でこれをちょっと45度傾けてみると、バランスした括弧列っていうのは、ここ S から T に行くんですが、 この線よりも下側しか通らない、つまり深さが0以上、ここは地上だとして、ここは深さ1、2、3っていう感じになっているんですが、深さが常に0以上のルートとこのバランスした括弧列っていうのを対応しています。なんでかっていうと、バランスしてないってことは、ここから上に出るってことになるので、こういうことになります。で、実はここでキーコードが出てくるんですが、バランスした括弧列と、順序儀っていう、キーコードには一対一の対応があります。つまりこの括弧列は、このキーを表しています。なんでかっていうと、このキーっていうのはこう、下上下下上上っていうルートなんですが、これを見てみる、この木をたどっていくと下上下下上上っていうので、この木を巡回できるっていうことなので、この括弧列はこの木を表している。この括弧列ですと、下上下上下上なので、下上下上下上というふうになっています。順序儀っていうのは、左から順番に書いていくということなんですが、あの上の木だと下下下上上上なので、こういう木を表している、こんな感じになっています。なので今目的は木構造を厚くするって話だったので、この木構造の代わりに括弧列を使って木を表現します。でそうすると N 点の木っていうのは、今N イコール4ですけども、長さ 2N、 長さ8の括弧列で表現できます。で一般にはこの木構造っていうのは普通に表現するとすごくサイズがでかくなってしまうんですが、括弧列で表現するとすごく小さくなります。でどこまで圧縮できるかってことを考えます。つまりもっと短い表現はないかってことを考えます。 N 点の今日 2N ビットの2Nビットで表現するわけですが、それもっと小さくできないかということを考えます。でそれを考えるには、そういう木が何個あるのかということを考える必要があります。で N 点の順序儀の個数を Tn と表すとします。で Tn っていうのは長さが 2N-2 のバランスした括弧列の数です。でこれは当然長さ 2N-2 の全ての括弧列の数よりも小さくて、それは2の 2N-2 乗となっています。だから Tn っていうのは2の 2N-2
2N-2 乗より小さいということが分かるんですが、まあ、厳密に、計算しています。で実は、TN というのは縦横 N-1 マス N-1 マスずつの公式で対角線をまたがない経路の数となります。さっきやったやつですね。この対角線より下側にある経路の数となっています。でそれ、まあ、いくつぐらいかって話ですが、実はこういう式で表せます。 2N-2 チューズ N-1 バル N となっていて、実はこの式はカタラン数、カタランナンバーと呼ばれています。例えば N=4 だとこの木っていうのは5つあるんですが、この N=4 を代入すると5になります。でなんでこの式が出てくるかって話ですけども、カタラン数は、CN っていうのは 2N チューズ N 引く、対角線をまたぐ、ST 経路の数となっています。なので対角線をまたぐ ST 経路の数を数えればいいということになります。で今 S から T に行くんですが、この対角線が上に行くってことなので、最初にまたいだ点を U とします。でこの S から U への経路をこうこのあそこの斜線に対してこう反対側に折り返すと S' から T へのルートとなります。で実は、S' から T へのルートっていうのは、まあ、こう四角形の中どこでも通っていいと思うわけですが、その全てのルートっていうのは実はそれをこう線のところで折り返すと S から T へのルートで、かつ対角線をまたぐようなルートになっています。なので、対角線をまたぐ ST 経路の数っていうのは S' から S' から T へのルートの数になって、それは 2N チューズ N-1 になります。なので 2N チューズ N から2N チューズ N-1 を引くとこうなって、まあ、ちょっとさっきと見た目が違うんですけども、まあ、同じ式になっています。でこれでカタラン数が求まりました。厳密に求まりました。で実はこれは近似をすると 4の n 乗÷2の n の2分の3乗ルート π ぐらいになるんですけども、でこれは 何ビットで表現できるかってことを考えるわけですが、最初にやったように b ビットで表現できるものっていうのは2の b 乗種類あります。でなのであの個数カタラン数の方をログ取ったぐらいのビット数で表現できます。で、まあ、4の N 乗っていうのがあるので、それをログ取ると大体 2N になります。この分母の方っていうのはログ取ると6N ぐらいになるので、まあ細かく言うと 2N-6N ビットぐらいになるんですが、まあ、それぐらいで表現できます。でさっきの方法ですと、括弧列では木は 2N ビットで表現できるわけだったので、じゃあこれはほぼ最適と言います。つまり、どんな方法を使っても 2N ビット必要、 2N-6N ビット必要だったので、さっきの 2N ビットでより表現というのはほぼ最適と言います。つまりあれ以上小さくすることはできないということです。という感じで、まあ、まとめなんですが、まあ、よく現在使われているデータ圧縮法っていうのは圧縮したまま使うことはできない、一旦復元しないと使えないと。ですが今日の話のように場合の数の考え方を使うと最適に圧縮できて、データ圧縮したまま使えると。部分的に復元することも構造ができるし、これ以上圧縮できないということも証明できると。でこういうふうな考え方を使ったのが間欠データ構造というもので、最初に言いましたけども、人の DNA 配列を読み取る処理をするときに人のメモリーが従来手法ですと 300GB だったんですが、こう圧縮すると 3GB ぐらい出てきて、普通の現場機でも計算できちゃうということなので、ビッグデータ処理のようなたくさんメモリーを使うような処理に対してはこういうふうな圧縮が効果的になるんではないかということです。で、まあ、今日の資料とか、まあ、他の
資料とかは私のホームページに置きますので、リサーチマップ .jp スラッシュサラところで、まあ、私の名前で検索してくれても出ると思いますけれども、まあ、ここにいろいろ資料がありますので、興味ある方は見てみてください。では、どうもありがとうございました。